僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキドです。大病院選挙、出演記念。大病院選挙を見て、バキドチャンネル見たやつに、見せてもいい動画リストを作ろう。はい。大病院選挙というドラマに出ておりまして、もう佳境ですよね、だいぶね。まあ、毎週のようにやはり僕が、ね、結構レギュラー目に出演させてもらってるんですけれども、主演やはり桜井翔さんですね、のファンの方ですとか、はい、菊池風磨さんですとか、はい、やはりまあそうそうたる、テレビのね、本流の方のファンの方が、シマレンジというね、この方ちょっとユニークですわ。あ、YouTube やってらっしゃるんだ。ちょっと検索がトントンでやったら、どうも、バキドです。性癖嫌いよーみたいな。なんかそういうのって良くなかったりするじゃないですか。やっぱり僕の身近な話で言うと、まあ、桜井翔さんもそうですし、ソニンさんとかね、駿河崎役の宮本真由さんっていう、もうモデルさんだったり、まあ、女優さんだったりっていう、もう僕とは全く違うね、畑の方ですけれども、その人が、あくんぴーさん、くんぴーさん、YouTube、動画一個だけ見ましたって言われて、やめちゃったんすか？ちなみに何の動画ですか？7300時間のやつ。僕は、しこった時間を計算したら、7300時間あったっていう動画だけ見やがって。こんなことはあってはならないじゃないですか。こんなことはね。なんで、まあ、その、スタッフの方にも見せれるような、バキドーチャンネルで何やってんのって言われた時に、確かに、まあ、下ネタは多いかもしれません。ですけれども、ね、存在が下ネタなんて言われますけども、そんなことない。だって、バキバキ童貞なんてのは、一番エッチなことをしていない人間なんですからね。僕が一番偉くないんだって。なんで俺が番宣出れないんだ。笑ってこらえて出させてくれ。所さん。ね。決めてないんで。ねえ、と思いますので、まあ、ちょっと、まあ、印象からね、良くしていこうじゃないかってことで、リスト、動画再生リストで、大病院選挙を見た方はこちらというリストを作ろうと思っております。はい。まあ、バキドーチャンネルの中でも、まあ、一般の方にも、まあ、見せやすいような、まあ、嵐ファンの方にも、ね、セクシーゾーンファンの方にも、喜んでいただけるような、そういったリストを作るのは別に、まあ、ウィンウィンと申しましょうかね。猫をかぶってるとかじゃなくてね。作ってまいりましょう。なんかありますかね？でも、まあ、教養じゃないですか。やっぱ教養部分も強いじゃないですか。まあ、教養チャンネル。まあ、そもそもやっぱ性教育チャンネルですからね。はい、ちょっと博識な動画だったらいいなと思うんで。うん。まあ、やっぱアニセク。あ、いい加減にしろ、これ。アニマルセックスクイズ。そうですね。もう第5シリーズまで出てるんで。話のわからんやつがいるみたいな。まあでも見てもらえばね、こんなに、そんな動物って、すごい生殖行動いろんなことしてるんだっていう。いやいやいや、それをダメじゃないですか、大病院選挙ね。いや、それは、ちょっと見せらんない。もう、筆頭ですよ、なんなら。筆頭、それは。アニマルセックスクイズはなんだ、桜井翔さんが、グッピーさんの YouTube どれ見ればいいですかって、パッと見た時に映ってた、その、ね、性癖食わず嫌いを、7300時間しこった男、エロゲの案件と、アニマルセックスクイズ。で、4つがやばくて、どれも見ないでくださいって話になったんで、その、まあ、視点なのが一つの一つなんで、普通に無理ですね。そう普通に無理です。まあ、ラーメン二郎を語る動画とかね。あ、そうですね。ちょっとラーメン、桜井さんお好きだっておっしゃってたんでね。あと宮本さんもね、ラーメンとか意外に食べるんですよ、なんておっしゃってたんで。ああいうのとか見てもらったらいいかもしれないですね。ほら、あれでしょ。こういうのあげてくださいよ。あとやっぱ女優、やっぱ俳優の人って結構人気商売だと、結構週刊誌狙われることとか多いと思うんですよ。まあ、嫌ですけどあるでしょうね。共演者の方にはね。なんでそれ、の対策もできる、フライデー襲撃に連れて行きたいフリー素材ランキング。おー、カス動画の方じゃないかなりカス動画、下からカスでも早いじゃないか。フリー素材、ね、フライデー襲撃に連れて行きたいフリー素材。第3位、21歳こぼして、強そうだから、じゃないんだよ。ね。OMMC 姉貴がバフをかけるみたいな話しましたね。あ、ダメですか？そういうのあ
ダメなんですよ。やっぱね。意外にそうなんですよね。ネットのおもちゃ系の軸もバキドチャンネルあるんですけれども、やっぱり、何ですかそれってなっちゃう危険もありますよね。うん。あ、でも本当にいいやつあります。あら、お願いします、それは。はい、サンリオ大好き。ああ、はい、サンリオ大好きは確かにいいですよね。そうですね。まあ女性ファンの方もたくさんいらっしゃるじゃないですか。はい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 、はい。だったらもうサンリオなんていうのは一番見やすいし。僕が本当にまあサンリオが好きでサンリオの、まあ、キャラクター紹介をするっていう動画なんですけれども、はい、まあこれでも一個気になるのはシナモロールのキャラが僕好きなんですけど、はい、そうシナモロールの耳を掴んで、はい、っていうその放送禁止用語。多分、YouTube では切られたと思うんですけど、あれ何って、ね、やっぱ言われたりとか。あれは、ですって。嘘だろ。って可能性があるじゃないですか、やっぱり。そうっすね、危ないかもしれない。うん。飯系、馬とかね、馬とか作ってみたとか。あー。いいんじゃないですか。まあ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 、一個でも入れるべきですね、確かに。ちょうど、まあ、飯系になっちゃうんだな。やっぱそう。確かに、馬とハンバーグ。まあでも入れときましょう、これも。あ、でもあれ。卵割るときに、うまく割れなくて、はい、せえって、俺言ってますよ。じゃあもうどうしようもないじゃん。それ言い出したらもうダメっすわ。行こうないじゃないですか。いやいや、それを探すんだ、それを。確かに最初に、射精の話してませんでしたっけ。なんかしてますよね。あれ何でしたっけ前回、はい、牛丼屋を語りましょう。はい。チー牛企画をやったんですけども。はい、ザーメシ。ザーメシですね。ザーメンに近いですね。もうやばいだろ。俺のせいだけど。俺のせいだけどできねえだろ、これ。冒頭25秒ぐらいで言ってましたね。よくないな、ほんとに。そっか。ちょっとなしかも。あー。とか動画自体は大丈夫でも。そう。そうっすよね、なんか。伏兵がやっぱ。やっぱ内容が、やっぱドラマと結構近いというか。え？ドラマ、うん、病院を舞台にしたドラマじゃないですか。いや、あと大病院選挙ってのはもうじゃあ手術のね、じゃんシーンもあったりもそうですよ。やっぱ手術っていうならば、うん、包茎手術してもらいたい医者を考えよう。まあ確かに一緒ですね。参考にはならんだろう。そんな、ね、大病院選挙だから、医者物を見たいなで、ね、包茎手術してほしい医者は見らんだろう。全然伸びてねえぞ、あの動画。あれ、佐久間さんかなんかのノボロク TV に出た時にね、すごく、見に来た人が増えたんですけど、あの日にあれぶつけて、包茎手ぶつけて、やっぱ、あんまな、なんだろう、そんなにハマんなかったの覚えてますよね。もっと登録者増えるかなと思ったら。そうっすよね。ノブロック TV の方は100万再生ぐらいいってるのに。ね、いってるのに。すごいな。そうそうそう、一番伸びなかったんだから。うん。でも面白かったよね、あれね。うん、いや、違います。これさすがに、リスト入れれません。なんかドラマ現場で一緒に盛り上がれるみたいなって。はい、ああ。うん。シュシュブチどうですか？アイアマイヒーロー8巻に出てくる、オナニーをするゾンビがいて、ゾンビだから通覚がないから、チンチンをブチンって言って、お前、手にチンポ持ってんぞ。っていうシーンを元にした、シュシュブチゲームね。シュッシュブチのリズムで始まるブチのかチンポかワンツーでほうシュッシュテレレシュッシュテレレブチーンお前チンポ持ってんぞっていういいわけないだろいいわけないだろこれがファイトゲームはどうですか。ファイトゲーム、あー僕が作ったやつですね。霜降り明星さんになろうとした回ですね。霜降りチームになろうとした回ですね。まあまあまあ僕は好きですけどね。ファイトゲームは楽しいんじゃないですか。現場でもしかしたらそれね、見てやってみようみたいな。あれは僕はかなり好きな動画なんですけど、うん、まあ伸びてないですよね。伸びてない動画しか見せれない傾向あります。まあでも、それありかも。まあ、確かにファイトゲーム。戦う君の歌を、宝の奴が笑うだろう、チンコ、チンコはさ。チンコって言ってた、そういえば、しかも。言ってるわ言ってるわ、下ネタ言ってるわ。もう。系列スタッフども。俺もか、俺も言ってるか。まあ、一動画一チンコありますからね、多分。一動画一チンコ一動画一チンコかも。一動画、目をつむっていくしかないかもしれないですね、一チンコは。一チンコ。いや、無理だよ、チンコなんて聞かせちゃ。そのジャニーズファンのね、そういう女性方に。うん、それはない、ない、ない、もうそんなない。あの、トリッキーな企画だったらやっぱ困惑しちゃうんですよね。うん、
ああ。なんで、その、やっぱ YouTuber がよくやる商品レビューの動画とか、一発目見たらいいんじゃないかなと思いました、ね。ああ、まあ YouTuber なのってよく言われるんで、確かに、はい。ああ、商品レビューとかこんな感じでやってます。ああ、ありかも、ありかも。うん。で、該当するのが、うん、あの、ホコテンさんと清酒酒を飲むっていう。唯一の商品デビュー系ね。そうだ。ドンキに売ってる、あの、精神の形をしたお酒のちっちゃいやつと、でっかい精神の形をしたお酒で、俺がホコネさん目がけて精神をぶつける回でしょ。いいわけないだろ精神をカメラにぶつけてゴンって言う回でしょ。ダメなんだよ、あの。ダメ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 。本当に根本から間違ってるよ。根本から間違ってる。ライフハック。ライフハック？ライフハック。この動画も見なくて。終わった。終わった。この動画も見せらんない。なになになにライフハック。ライフハック系の動画。それはいいよね。この YouTube ってやっぱ面白いから見る以外にも役に立つ何かないかなって調べてみることが多いですから。うん、何かあります？ライフハック系で。無料で抜こうイラストや。だと思ってんだあれのことをそうね、もうお金が一切なくなってしまった時にそれでもしこりたいって思った時にイラスト屋でしこれる絵を探そうっていうね、結局魚の切り身になったんですけど、私が最もしこれるものがまずいですね、真面目に考える気ありますかちょっと、あ、でもライフハックもう一個ありますよ。え、なになに。それこそやっぱルームツアーなんて、ルームツアーか。女性とかまあ結構見ますし。ま、YouTube っぽいね。やってます、やってます、ブンピーさん。バキバキだよって、あの、レンタル部隊が住む家の実態。過去恐怖のルームツアーって。恐怖のルームツアーね。そうすね。あれね。そのシーンではカットしたんだけど、レンタル部隊か僕だったかな、歯磨きをするときのマグカップがあって、そのマグカップの中身が、カビが生え倒してて、さすがにやばいなので切ったんですけど、ちょっと残ってて、このマグカップ使ってんのかってざわついた回ですよね。確かに、でもこれは、今までの中で一番見せれるな。確かに、悔しいけども。え、レンタルブサイクってオッケーだっけレンタルブサイクって。こんな人もいるんだっていう。まあ、俺じゃせいじゃないもんな。レ、うん、ンタルブサイクのヤバさに比べたら俺も霞んで見えるしな。うん。うん。大丈夫かも。確かにそれいいかも。ピーター博士とかいいじゃないですか。ピーター博士系とか。ね、あ、真面目に教えてもらう系のね、ピーター博士も。でも、ピーター博士も最初はいいけど、どん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 気持ち悪いに侵食されて、後半おかしくなってるもんな、あいつな。確かにそうか。最初は良かったもんな。そうですね。確かに確かに。まあ、ジロとかもね、ありましたし。確かに確かに、うん。まあ、ピーター系はいいじゃないですか。まあまあ、最初のいいやつだけちょっと入れますか。最初のね。その授業とかありましたよね。うん、そうですね、授業とか。うん。そうですね、お得余りの。そう、うん。そうですよ、そういうの行きましょうよ。ね、真面目にやってらっしゃるんだなっていう。うん、僕ドラマではね、ドラマの楽屋前室では全く喋んないですから、静かですねって言われてね。うん、それに合うような、真面目なんですねって言われて。ラジオ、勝手に聞かれてね、ラジオ。その、別人ですね。本当に誰が喋ってるか最後まで分かんなかったですぐらいの。そのぐらい違うわけですから。まあ、その感じでいたい。なるほど、なるほど。うん。あ、でも、その、やっぱ話題にしやすいのって言ったら、うん、漫画だと思うんですけど。漫画、うん、そうね。漫画、トラブルは遅い。すぐ抜ける一般漫画を探せ。あった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 。いや、漫画一話目クイズなら分かるんですけど、今ので。あ、漫画一話目クイズかと思ったんですけど。漫画のね、1話目の冒頭を読んで何の漫画が当てるかってね、結構これはでも人気、うわ、すごい面白いってなんか流行ったりもしたんですよ。漫画1話目クイズなら分かるけど、なんでその最初から抜けるピンク漫画を探せで。あれだろ、その怖い、やばいな。マイチングマチコのピンクボックスのやつ。怖い。何したっけ、あいつ。あれだ。股間の隙間、お入れします。ほのぼのレイプ、チンポまで。でっかいチンチンで壁に穴を開けるドンドンドンいいわけないだろう。マッチングマッチコのね、やばい回。まあ漫画でもちょこちょこありますよね。うんうんうん。それこそドラえもんを語るとか。ドラえもん語るいいね。うん、確かに。
確か言ってないはずですね。チンポ、ノーチンポ。ノーチンポのはずなんですけどね。確かにチンポなかったかも。珍しい。珍しい。珍しい。さっきのチャンネルのノーチンポをフィニッシュ。ノーチンポでフィニッシュか。あと、まあ、ワタサバとかですかね。進めらんねえよ。進まらんてよ。ワタサバね。ワタサバでもちょっと面白いか。漫画系とかそうですね。意外にそう。で、ワタサバそうか。ワタサバ面白いね。ワタサバ解説いいんじゃない、一応自分の人生を毎回言ってるんですけど、なんか見たら見れたらいいのありますって言われて、まあ、ブックオフの動画と、まあ、長いですけど人生の動画っすかね、とは言ってるんですけど、人生の動画長すぎるよな。ブックオフの動画とかまあいいんじゃないかなっていう。まあ確かに。伸びてるし、なんか見やすいんじゃないかっていう。めちゃくちゃ面白いと思う。一番見られちゃいけない動画ってなんだろう、逆に。一応見られちゃいけない動画。これだけは隠そうって動画。やっぱり、例の生徒が来て、スタッフ全員で囲ってみたんだ。あれね。童貞を殺す生徒を来たスタッフが、クンピスを囲ってくるっていう動画。あれはね、すごい動画なんですよ。確かに。古典さんが来て、なんかどうか変わったところあるの気づきません？って言われて、え、なんだろう？髪型が変わりましたっけ？気づかないんだから。で、プチプチって服を脱いだら、童貞を殺す生徒を来て、何やってんすかと思ったら、横にいた土岡がなぜか服を脱ぎ始めて、土岡も童貞を殺す生徒を着てて、と思ったら、このボールペンやファンさんとか、マニックナムさんとか、みんながこの童貞を殺す生徒を着てて、それで囲まれて、俺も服を脱がされたら、俺も童貞を殺す生徒を着てたっていう。で、全員で、ホットリミットを歌う。うるせえな。刺激する。絶対見たくない。確かにあれ見られたくないね。その童貞を殺すセーターを自分で着るルックブックのやつとそれだね。囲まれてきて、それ系を、それさえ見られなきゃいいかも、むしろ。確かに。あれ、あれはもう削除しよう。なあ、間違ってもそれを入れたりするんだ、そのリストにな。間違っても入れるなよ。まあ一応余談ですけど、宮本真由さんね、一緒に共演してる方に、なんか宮本さんが見れるような動画リストを作りますね。それだけ見てくださいってもう伝えてあるんですよ。あ、じゃあ私それ以外見ますねって言われて、その本当にそれ買いかぐろうとしてくる。結局意味がないらしいよ。何なんだよそれ。いや、全然そのリスト作りましたんでね、もうできて備考欄にあるはずですから、これね、投稿される頃にはぜひそれを見てください。あなたの友達にもそれを見せてくださいね。お願いしますよ。代表委員選挙ね、毎週土曜の夜22時からやってますよ、本当に。だんだん、僕とかも顔出し始めてるな。だんだん、セリフに、誠に遺憾ですね、があったりとかね。番組の最後の紹介で、バキバキ頑張りますみたいなのあったりとか。ちょっとね、やっぱその、代表選挙の中に、バキ度が好きすぎる人がいて、入れてくれてるな。ぜひ、まあ、その、僕目当てじゃなくても面白いドラマなので、ぜひ見てみてください。これが俺の番宣ですわ。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。